新規様は特に必見です。エロゲのヒロインたちが繰り広げる可愛いシーンや突っ込みシーンなどの見どころシーンを下のように切り抜き動画として多数 YouTube ショートにて公開しています。下の動画やショートの再生リストは概要欄にありますので、ぜひそちらからいらっしゃいませ。そこで興味を持ってくださった方がいましたら本編動画も楽しんでいただければなと思います。それでは皆様お待たせいたしました。本編スタートです。公開練習かいえ、お客様もスタッフも入れません。 そうか、よかった。私と君だけのゲネプロですゲネプロの意味がわかんないけど、きっと二人だけの秘密になるから、これで別に噂が一人歩きするとかもなさそうだね。帰りたくなってきた。誰も見ていないなので私私私は私らししく私の力を最大限ままでで引きき出しのびのびといきますでも結局、告白したいのは三日吉なんでしょ <laughs> お前らしく言っちゃダメなんじゃないか女の子の見本となるような定番中の定番の告白をした方がいいんじゃないかと思うけど、わかった。静かに集中しますので黒木が目を閉じる。今君との思い出を振り っていますああ、大切かもね、それは。付き合いが長ければ長いほど、そういうので、自分の気持ち高めてた方がいいからね。いいそうだね。気持ちが大事だからね。言葉選びがおしゃれな告白とかもあるけど、結局どれだけ好きかっていうのを伝えられるかが勝負になるから、黒木との思い出、一番覚えてることといえば、そうだ、あれはまだ、黒木が小さかった頃 <laughs>。なんでお前は小さくないみたいな言い方すんの <laughs> お互いに子供の頃ね。そういうことね。俺の家で勉強していた時。 やっぱ幼馴染み的なポジションなのかな<スリー>海より深い深呼吸準備できました黒木が構える喧嘩でも始めるのかという姿勢 <laughs> 明らかになんかの武道の呼吸法だったもないまでは半田くもどうぞはどういうこと <laughs> どういうパス自分を高めるのかああなるほどね告白される側も気持ちを高めていかないといけないとプレイイボーイの状態まで高めてくださいそれ違うからな <laughs> <スリー>俺の思うプレイボーイ 深呼吸をした。鼻の通りが良くなった。<laughs> 気持ち高めろよ <laughs>。準備ができたようですね。では早速、プレイボーイぶってもらえますか難しいね、ここら辺は。チェリーボーイがプレイボーイぶるって。待ってくれ。野球部だって新入生はもっと簡単なメニューから。恋は野球ではありません。そんな街でせえねえぞ、こ。たとえ話、有無を言わせる力があった。はい <laughs> 何映画撮影これもしかして。カット 1? そして俺はドンと黒木に壁ドンをかます <laughs>。なるほどね。この時代そうなんだ。壁ドンがまだまだ思いを触れていたのか。今も死後だもんな、壁ドンなんて。やるやついねえもん。ま、こ、れはお、これはドキドキするんじゃないか、黒木。キイヘイヘイハイキューの僕とさんか <laughs>。 お前俺のことなめてんのお前の教科書ななの <laughs> お前の思ってるプレイボーイは一体誰なの<う>そんなに可愛くてさ俺のことをバカにしてんの <laughs> 脈なくねえのよ <laughs> なんで相手が可愛いとバカにされてるなっていう風に思うんだよか可愛い,いですか黒木演技演技頑張って練習だからこれ好きになっちまうだろ好きになってくれるんです 危ないな、これ <laughs>。ガチクイズになるんじゃないか、クロキー。手間かけさせやがって。あ、壁ンも手間だと思ってしまうんだね。手を置くだけじゃない、それ。す、すみません。自覚が足りなくて。へい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 。僕との一個上を行くな、お前は。今日、放課後なは,はい、わかりました。なーでわかんの <laughs> 何するか明確なものを言われてないんだけど。はい おお、なるほど、演技がびっくりした。黒 <laughs> 木も本当にガチ恋なのが乗ったわ。どうだった全然わかりませんね。んだろうね。<laughs> プレイボーイでもなかったよ、今の。国標だった。精一杯やったんだけどな。あれ、ナルシスト,シストなのなんかちょっと違くない <laughs> ナルシストもうちょっと透かしてると思うんだけど。男はどこかしらナルシストなんだよ。お、名言だね。それは確かに。確かに自分が一番かっこいいと思っちゃうよね。男って。ま、あそれで言ったら女の子もね、自分が一番かわいいと思ってそうだけどね。だいたい昼休みに呼び出しといて、放課後なって。じゃあ、この昼休みの呼び出しは何なんですかあるじゃん、そういうの。戦士想像リブートでも、ラブレーター 渡して告白の言葉かと思ったら放課後の待ち合わせだったっていうケースがあるんだよそういう約束の取り付けみたいなの大事だろそこまで細かく考えてないよでも心臓はそのちょびっとちょびっとですよちょびっとドキドキしましたおいおいおい本当にちょびっとかお前ちゃんとガチ恋なんじゃないかのめり込んじゃったんじゃないか今俺はとてつもなくドキドキしたお、主人公側が <laughs> あれでドキドキって何普通に演技できるかなの方のドキドキじゃないのですよね やけに楽しそうだった。いや、これは、私の考察が間違っていなかったということに対しての喜びであって、決して恋のドキドキとは異なるわけで。上がった上がった。もう、長ければ長いほど、建前感が増すから、やめなさいそういうの。トークでカラスが鳴いた。さて、これにより、君の状態をプレイボーイだと、私の脳が認識しました。ん座鎖国ねえか、お前の脳。<laughs> <laughs> そんなんで認識できんのここからが本番です脳が騙されている状態で私はこのノートにまとめた告白文章を読み上げますあそっか <laughs> 告白の練習だったこれそれ <laughs> 普通に主人公のプレイボーイお披露目会かと思ってたわ。いよいよ告白されるんだな。俺。のの裏私の攻撃だだと思ってください一番熱いんだろうね、きっと。あんま野球興味ないから、俺はその気持ちよくわかんないけど。野球だ。恋は野球じゃないと言っていたが。例えば野球だった。<laughs> 確かに <laughs>。もう突っ込みが野球だ。あの一言の <laughs> <laughs> もうちょっと強く言ってよかったんじゃないかやがて黒木がガバッと恋愛ノートを広げ再び黒木が精神統一を始める俺はその姿を見ながらぼーっと思い出していたそうだおかわいいロリ黒木かわいいなんか子供の頃からちゃんとしてそうというか育ちの良さそうな感じ出てるねチャンネル登録最後までご視聴いただきありがとうございましたよかったら高評価コメントチャンネル登録お願いいたしますそれではまた次回の動画でバイバーイ